有線 LAN で接続された iSEG2 にスマートコスモマルチ通信型を登録します。スマートコスモの LAN ケーブル差し込み口に LAN ケーブルを接続します。ネットワークに接続したことを示す CN が表示されます。 iSEG2 の AC アダプターをコンセントに差し込みます。 iSEG2 の取り付け台とプレートを取り外します。ボールペンなど先の細いもので登録ボタンをおよそ5秒長押しすると iSEG2 がピッとなります。発電中ランプとお知らせランプが早点滅して5分間の登録待機状態となります。スマートコスモの登録ボタンをおよそ2秒長押しすると登録 LED が点滅します。登録 LED が点滅から点灯に変わり、iSEG2がピーッとなったら登録完了です。ボールペンなど先の細いもので登録ボタンをおよそ5秒長押しすると、iSEG2がピッとなります。発電中ランプとお知らせランプが消灯し、登録待機状態が終了します。